はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん、モンスターハンターライズは楽しんでいらっしゃいますか？今日はですね、麻痺スラッシュアックス装備のご紹介となっております。モンスターハンターワールドではね、めちゃくちゃ強かったんですよ。麻痺スラッシュアックス、麻痺スラッシュアックス4人舞台とかね、動画いっぱい出して、いろんな方にね、楽しんでいただけていたかなと思ってるんですが、今回はライズ版の麻痺スラッシュアックスを、一応作ってきましたんで、こちらご紹介していきたいなというふうに思っております。はっきり言いますね、はっきりと言います。ワールドの頃よりは全然弱いです。正直ね、ぶっちゃけダメージが稼げないんですよ。麻痺スラッシュアックス部隊の時は結構ダメージも稼いだし、麻痺も入ったっていうことで結構強かったんですけども、今回の麻痺スラッシュアックスあんまりね、ダメージ稼げなくてきついんですが、まあ、いっぱい麻痺するんでやっていきましょう。テロップで何回麻痺入ったか、危ない、うわ、何回麻痺入ったか出しておきます。で、危ないね。そうで、相手するのはもちろんディアブロスさんですよ。僕の相手をしてくれるのはね、これなんでかっていうと、この人ね、麻痺にめっちゃ弱いんですね。すごい麻痺するんですよ。麻痺効きやすさ星3っていう無理の麻痺好きのね、モンスターでございますんで、このモンスターに、まあ、どんだけ麻痺をさせることができるかっていうのを、危ない、見ていただければなというふうに思っております。じゃあまず1回目の麻痺が入ってますね。ね、で、ディアブロス君ね、すごい前の方向に広範囲の攻撃を持ってますんで、基本的には後ろ側に抜けるように避けるといいですね。で、天然の落とし穴にかかってもらって、さあそろそろ麻痺するんじゃないか。で、この武器ね、めちゃくちゃ切れ味消耗するんで、もうそんな関係ないと思って殴ってます。もう全然弱点殴れてないけど、腹部なんですよこいつの弱点。腹部ってめっちゃ殴りづらいんだよね。そう、なんかたまに当たるぐらいの感じなんで、頭は硬いしな。危ない、おい、ああ危ない、危なかったら混合連符ってやつね。危なかったらとりあえず混合連符でご了承していけば大丈夫っていう、大体この辺で。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、今3回目だな。よし、いいぞ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 、気持ちよくなってるぞ。今気持ちよくなってます。今これクエスト中の自分、いや気持ちいいってなってます。今ね、ずっと攻撃できるんで、ディアブロスって結構ね強いんですよ。攻撃力もあるし範囲も広いんで、やっぱね麻痺させるっていうのが一番ね対策としてはあって。危ない、うー、ナイスナイス、いいぞ、頭殴るの硬いぞ。で、腹部が殴りづらい、腹部がめちゃくちゃ殴りづらい。よし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 、いい感じいい感じ、今いい感じで、またためないといけないんですけども、いったー、このアタックマジ避けれねえんだよな。で、一回トイレ、危ない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 、一応ね、砥石を高速化3つけてるんで。さあ、そして落とし穴を仕掛けて、危ない、痛い、でも落ちてくれ。落とし穴で落として、で溜めていくと、 A で、 A で飛天連撃で、もう一回、よし、麻痺った。今4回目かな、これで。ほいほいほい、なんかこれ、このコンボなんか下手そうなんだ。で、これでまたもう一回この ZRA コンボに入っていく。あ、ちなみに言い忘れてましたけども、パンパンゼミは封印してください。ディアブロスの場合、パンパンゼミすると頭に張り付いちゃって、ものすごい勢いで切れ味がなくなってくるんで、危ない、衝撃的速度で切れ味がなくなってくるんで、基本的にはやばい、危ない、うわ、あまりパンパンゼミはしないようにした方がいい。よいしょ、さあ危ない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 、この攻撃殺意高すぎ。しかもなんか最後の尻尾にも当たり判定の意味わかんない。尻尾に当たって何回被弾したことかわからん。ほいほい、いいぞ。さあそろそろ5回目の前入るか、まだか。あ、これは角壊れダウンだな、ダウンじゃねえけど、角壊れキルに来た。危ない、危ない時は混合レフでご利用していけば、実質ダメージは無効に、ダメージは無効あったんだけど、危ない、ダメージは無効にあったんだけどね。だとりあえず混合レフしちゃうみたいなとこあるよね、癖で。よーし、いいぞ、いい感じだいい感じだ、なかなかご了承している。で、この武器の課題を一つ話しておくと、結局ですね、攻撃力が足りないっていうところですね、切れ味と。なのでもう麻痺に特化してるんで、ほとんど
麻痺させることはものすごくいっぱいできると思うけれども、まあ、その討伐タイムというか狩猟タイムはやっぱりどうしてもあの他の武器と比べると長くなってしまうなっていうのはありますね。なんで拘束して気持ちよくなりたい時に使ってください。あとマルチとかね、マルチは割とあのいいかもしれないね。マルチで使うとあの麻痺させるっていうことはこのパーティーが一気に殴れるっていうことはかなり DPS が上がるんで、4人で使うときとかはかなりいいと思いますね。あんまりソロで使う武器じゃないかなっていう気はしますけど、しっかりとぶつけて、でこっちの、やつかだきに乗って送流していきましょう。やつかだきの送流は確か炎属性のやられにできるんでね、相手のモンスターは。よし、いいぞ、よいしょ、 OK で下 A 攻撃を出して炎属性やられにしてからフィニッシュしていくと。あ、瀕死になりましたね、瀕死になりました。さああとはもう一回溜め直してもう一回くらい麻痺を取っていきたいなといったところ。さあもう一回くらいいけるかな。今何回なんだろうな、テロップ出しちゃうけど何回麻痺したか忘れちゃった。これで次5回目だっけ、6回目だっけ。5回目か6回目、痛い、5回目か6回目だと思います。スッ、よいしょ、止まった、オッケー、危ない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 、あー逆ー、どー逆ー、危ない、混合レイプでゴリ押しだー、よし、尻尾切れた、尻尾も切れていく、もう一回だ、ふん、はいはいはい、よし来た、最後の麻痺だ、畳み込め、オーケー、危ない、最後の麻痺ギリギリでしたね。こんな感じで麻痺属性強化を入れておくとかなり麻痺回数を稼ぐことができると。ただねこれねタイムがね結構ね遅いんだよね。これでずっと攻撃してもこの6分49キーブとかなんで、まあ、攻撃力はやっぱちょっと若干課題かなっていう感じはしますね、この武器ね。たださっきも言ったようにマルチで使ったら多分強いと思う。麻痺させてる間みんなでめちゃくちゃ殴れるんで、はい、早速装備紹介パートやっていきましょう。さあ装備紹介パートやっていきましょう。僕が今回使っていた武器はこのディズオムアームというね鉱石素材派生のスラッシュアックスになってます。攻撃力が200、まあ、そこそこですね。で切れ味が青ゲージありますよ。あ、ちなみにこれ匠をねあの採用すると白ゲージまで伸びますね。確か匠2かなんかで白ゲージが出るっていうそういう武器になってまして、で会心率 0%、スロットが1空いていて麻痺瓶ですよと、装着瓶が麻痺瓶ですと。で麻痺属性値が22、麻痺瓶っていうのはあの覚醒させやすさが、まあ、下から、2番目ぐらいですね。全部、瓶の中で。ちょっと覚醒しにくいですけど、強撃瓶よりは覚醒しやすいっていうぐらいの感じになってまして、まあ、一番覚醒させやすいのは毒瓶とか、あの、滅竜瓶で、で、次が強属性瓶とかになってて、で、その次が麻痺瓶で、その次、強撃瓶みたいな感じになってるんですけども、今回のこの麻痺瓶を採用してるっていうのがまあミソで、これね麻痺武器って比較対象めちゃくちゃ多いんですよ。あの例えばですね、他にも武器3つありまして、麻痺属性これ全部試しました。私全部作って麻痺スラッシュアックスの装備作って全部試したところ、これが一番使いやすくって強かったです。まず比較対象1、これですね、バンカーバスター、まあ、バンカーバスターはこれまあ、こうやって比較するとわかるんですけども、攻撃力は同じですよと。ただ、回心率がマイナス 20% なってて、で、スロットもねえし、属性値も低いと。まあ、ちょっとこれはまあ、論外かなって感じですね、バンカーバスターに関しては。で、もう一個はこちら、バウンドローラーですね。あれ、ラングロトラのやつね。これは攻撃力がそもそも低いっていうのと、麻痺属性も、まあ、13しかねえし、まあ、強属性瓶っていうのはまあそこそこね、嬉しいですけど、ただ、麻痺属性値が低すぎるっていうのがあって、で、しかもなんか、緑ゲージしか出ねえし、まあ一応ドンキ使いでギリギリみたいなとこありますけど、攻撃力が低いんで、180なんで、まあ、これも論外かなと。で、最後にね、これはね、ワンチャンあるかなと思って試してたやつなんですけども、シュレムカッツェ。これ攻撃力が180というね、めっちゃ低い代わりに、切れ味は、まあドンキ使いがすごい使えそうな切れ味で、麻痺属性値が27と。麻痺属性値だけ見れば、このディズオムアームよりも高いんですよ。で、なんでこれをじゃあ採用しなかったかっていうと、この装着瓶が強撃瓶っていうとこですね。これがね、弱いんですよ、強撃瓶。とにかく、今回のスラッシュアックス。
過去作だったら強撃瓶一択みたいな感じだったと思うんですよね。ワールド以前のスラッシュアックスだったら強撃瓶がめっちゃ強かったんですけども、今作本当にたまりづらい、覚醒状態に持っていきにくいんですよ。だから追加ダメージが全然入んないっていう状態になっちゃうんで、あんまりね僕強撃瓶今作好きじゃなくて、で使ってた感じこの麻痺瓶の方がまだ強撃瓶よりたまりやすいんですよ。だからシュレムカッツじゃなくてディズオムアームを今回は使いました。あと単純に攻撃力が低いですしね、シュレムカッツはね。でディズオブアームはさっきも言ったように、あの匠打ちを採用するとなんか白ゲージも出るっていうのもありますしね。まあ今回はちょっと装備2パターン、まあ使ってた装備は麻痺属性強化を入れている方なんですけども、ちょっと紹介しますね。あの麻痺属性強化入ってるこの方と、あとこの合人研磨を採用して匠採用してっていうこの2パターン作ったんですけど、まあね高速力はやっぱりこっちの方が高いですね。これこっちは麻痺属性強化レベル3が入ってる。これはまあ今回の装備の、まあ、テーマなんですけども、相手を拘束すると、とにかく麻痺らせまくってぶん殴りたいっていう、そういうコンセプトでやってますんで、これはね欲しかったんですよね。合人研磨の方ね麻痺属性強化レベル3入れるのめちゃくちゃ重くて無理なんですよ。なんでかっていうと、今回のこのライズという製品は麻痺属性強化がすごい入れづらい。これ麻痺銃っていうのはなくて、ワールド以前だったらあったんですけど、麻痺銃っていう弾がね、弾ないんですよ麻痺属性の。なんでこれ防具とまあお守りで採用するしかなくて、このスキルは。なんでこのスキルを入れたいとなると、もうこうするしかないなっていうスキル構成になりましたね。で麻痺属性強化レベル3、強化持続レベル3、高速変形レベル3が一応僕が必須だと思っているスキルで、まああとはどうでもいいっていうか、まあご自由にどうぞっていう感じなんですけども、上から説明していくと、攻撃レベル4は、まあ、倍率がかかるのがレベル4からなんですよ。攻撃力を 1. 何倍 C みたいなのがかかるのがレベル4からなんで、まあ、レベル4まで上げてますよと。で、麻痺属性強化レベル3はさっき言った通り、で、鈍器使いレベル3は、これね、合人研磨とか技物がちょっと重くて、この装備では入んなかったんですよね。なんで、鈍器使いにしました。これ装備がさ、これ青ある、ちょっとだけあるんですけど、すぐ緑になるんですよ。なんで、まあ、ちょっと切ってればすぐ緑黄色になるんで、まあ、ドンキ使いでいっかっていう、まあ、そういうことですね。で、強化持続レベル3は、覚醒状態が2倍になるんで、つけてない時よりも、2倍は強いですよね。で、砥石高速化は、まあ、切れ味問題があるんで、あと、1スロが余ってるんで、まあ、暇なんで入れました。で、高速変形レベル3は、結構高速変形からのコンボをかなりするんで、レベル3に入れてますと。で、風圧耐性、レベル2は、これおまけです。はい、暇なんで入れました。これはでフルチャージレベル1もおまけ、進化もおまけ、反動経験もおまけで、回避ラップレベル1は入れました。レベル1がやるとね、スラッシュアックスかなり使いやすくなるかなっていう感じなんで、でひるみ経験も1スロ待ったんで入れました。これマルチが、マルチで活躍するスキルかなということですね。まあ、これ入れない人は抜いてもらって、なんか適当に違うやつ入れてもらえばいいかなと思ってますね。でね、これ百竜スロットは鉄柱主義評価にしてて、これ鉄柱主義めっちゃ使うんですよ。僕混合レンフが好きで、ゴリ押しするときに使ってるんですけど、まあ、対戦実戦動画見ていただければね、わかると思うんですけども。なんで百竜スロットは鉄柱主義評価にしました。で、防具はオロミド・ジュラ、レックス・レウス・ブナハで、お守りはこれですね。麻痺属性強化レベル2、フルチャージレベル1、まあ、フルチャージはおまけですけど、麻痺属性強化レベル2あれば、まあ、作れるかなっていう。これ結構レアなんじゃないかな、麻痺属性強化レベル2。なんかね、こんな、なんか弱そうなお守りだけど、まあ、レア度が7なんで、もしかしたら持ってない人もいるかもしれないですね。まあ、麻痺属性強化レベル1とかしか持ってない人は、まあ、シミュレーターかけてもらうしかないかな。スキルシミュレーターの使い方は概要欄に載せておきます。で、装飾品はね、防風、これ暇なんでつけてるだけで、これ別に何でもいいです。防風じゃなくてもいいです。で、攻撃、研磨、鈍器で側変、紅葉対象となってますね。で、さっきも言ったように、もう一個ね、合人研磨のパターンあるんですよ。こっちも作ったんですけど、これね、これもね、一応ね使ってはみたんですよ。まあもちろん攻撃力はね高いんですよ、こっちの方が。さっきのよりも、なんでかっていうと、その白ゲージ運用できるんで、これ匠2を採用して合人研磨すると、この白ゲージでずっと殴るっていうことができるんで、まあ攻撃力自体はこっちの方が高くなるんですけども、ただ麻痺属性が22しかないんですよね。さっき強化入れてるんで31だったと思うんですけども、これが22しかないと。で、要は麻痺属性強化入んないんですよね、重くて。
あれね、弾がないからね。だから、合人研磨と匠と巻き属性強化まで入ったら嬉しかったけど、物理的に入んなかったんで、無理だったんで、なんで今回はもう巻き属性強化抜いて、合人研磨で採用して、これでやるしかなかったっていう、まあ、そういう装備ですね。ちょっとね、運用しづらい。やっぱコンセプトからはずれるんですよね。その、拘束したいっていうのが元々の目標でやってたんで、まあ、巻き属性ちょっと下がるのはなんかないなと思って、使っては見ましたけど、やっぱね、巻きの回数1回くらい増えるんですよ。巻き属性強化レベル3入れてると。なんで、まあ普段使いだったらもしかしたら合人研磨とかの方がいいかもしれないけど、そのコンセプト的にめっちゃなんか巻き出したいっていうことだったら、さっきの巻き属性強化レベル3の、採用されたあっちの装備の方をおすすめしたいと思ってますね。はい。まあスキルは、まあ見てもらった通りの感じ。匠にを入れて合人研磨して、研いだら、白ゲージずっと、90秒間ね、白ゲージで殴れますよっていう、まあ、そういうね、スキルになってますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。やっぱりね、ワールドの頃と比べるとね、弱くなったね。ワールドの時のマヒスラッシュアックスめっちゃ強かったんですよ。なんか確かマム太郎とかなんか の武器だったと思うんですけども、あれだったんで、まあそこそこ優秀だったんですけども、まあ今回はちょっとね、そこまでかなって感じですけど、まあ G 級に行きたいといったところでしょうか。また次の動画でね、お会いしましょう。バイバイ。